今回は未成年バカッターの末路についてご紹介していきます。ピザハット顔面ピザ生地事件。ピザって息できないんだな、おやすみ地球と、しょうもない本文を添えて顔面にピザ生地を当てた画像をアルバイトが投稿しました。彼は仕事中に材料であるピザを顔に当てて息ができるのかどうかをふざけ半分で検証したようで、投稿後すぐに炎上、拡散され、住所、氏名、大学を特定されて、営業終了後の出来事だったと釈明されましたが、大きく信用を失う結果となりました。結果、ピザ生地を顔に当てると息ができないようです。ブロンコビリー冷蔵庫事件。バイト休憩ナウという文とともに、ブロンコビリーの大型冷蔵庫に入っている自分を撮影したツイートをして炎上しました。さらには拡散された後に、いちいち面白がってうぜえな、知らねえやつが面白がって拡散とか言ってリツイートしてんじゃねえよ、知らねえやつなのにいちいちだりーんだよと反論し、さらに炎上。ですが、そのツイート後に全てを特定され、バイト先を解雇され、その後ブロンコビリーは経営難に陥り閉店しました。22名の店員の解雇および閉店まで追いやったとし、彼には損害賠償および2000万円が請求されました。ですが、500万円前後しか払っていないという話もあります。ついでに頭も冷やしてもらうといいですね。スシロー醤油直飲み事件パート2と本文を添え、醤油差しを直接口につけた画像を投稿。もちろんこれも投稿後すぐに大炎上しました。学校氏名を特定されて全て晒され、店側は同県にある36店舗の醤油を全て取り替えて厳しい処分を考えていると発表しました。その後のことはどこにも書いてなかったので、和解で終わったのではないかと思います。マックスバリューダイブ事件。これが流行りのあずきバーダイブという本文と、マックスバリューのアイスケースにダイブした画像を投稿。ちなみに当時そんなものは流行っておりません。その後特定され、事件を知った店側は警察に被害届を提出。ダイブした青年は逮捕されましたが、書類送検となり賠償額13万円を請求されました。またこのダイブした客は県警に就職した警察官であることも判明しました。どの面下げて取り締まるのでしょうかね。蕎麦屋洗浄機事件。洗浄機で洗われて綺麗になっちゃったと本文に、頭や足を洗浄機に入るなどの不衛生極まりない行為をして、その写真を自身のツイッターに投稿し、瞬く間に拡散されて特定され炎上しました。この蕎麦屋さんは個人営業で夫婦で切り盛りして営業していたのですが、営業停止となり破産する事態にまで発展しました。そのお店の店主がバイトテロに関わった4人に対して損害賠償請求裁判を起こしましたが、結果は200万円で和解することになったようです。ですが、この和解金200万円は1人の金額ではなく4人の合計の金額で、少額の賠償金で幕を閉じました。そしてこの4人たちは夫婦に対して謝罪の一言も言っていないようです。これは本当に胸クソ悪い結末ですね。いかがでしたか？法律が甘すぎるよと思う方は高評価とグッドボタンをお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。